左が、原ホーム、右が、旧ホーム跡。スイッチバック駅だったことがわかる本川内駅は、長崎県西園義郡長与町本川内号にある、九州旅客鉄道長崎本線の駅である。1943年10月1日に、信号場として開設された。この時点での読みは、本川、わであった。1944年からは、信号場のままで、 旅客情報を取り扱っていた記録がある。1952年6月1日に旅客駅となり、この際に読みが本河内となった。鉄道小荷物の取り扱いも行われていたが、1974年3月5日にこの扱いは廃止となった。2002年3月23日のダイヤ改正の際にワンマン運転が実施されることになり、 実施前は、大草駅長与駅間を13分15秒で、運転していたのが、ワンマン運転を実施すると当駅のスイッチバックのために運転手のエンド交換が必要となり、同じ区間で16分45秒かかるようになると、見込まれた。このためスイッチバックを解消することが必要となり、同年3月9日に、勾配区間に設置した新しいプラットフォームを使用開始して、 スイッチバックを廃止した。これにより同じ区間の運転所要時間は11分15秒と2分短縮された。短式ホーム一面一線を有する地上駅。かつてはスイッチバック式信号上であった。当駅付近の本線は諫早方から長崎方へ向かって20パーミル下り勾配が続いていたが、スイッチバック廃止のために本線上にプラットホームを設けることになり、 線路をこうのぼして全長137メートルにわたって10パーミル勾配に緩和し、ここに沿って全長112メートルの新しいプラットホームが建設された。この10パーミル勾配区間より長崎方が273メートルにわたって25パーミル勾配となることで元の線路に取り付くようにされた。スイッチバックの分岐器などの使用施設は使用停止後も損置されていたが、 2018年12月頃から撤去工事が開始された。木造の古い駅舎が大草駅寄りに残る。無人駅で自動券売機が設置されている。ABCD 停車場変遷大辞典、国鉄 JR 編 2P717、ハット ABC 西川三次、本川内駅構内改良に伴う線路を上、新線路第57巻第3号。 鉄道現業者、17から19ページ。交通新聞、P1、宮川孝一、JR 九州本川内駅分岐器撤去工事開始、鉄道ピクトリアル第957号、2019年3月、105ページ。平成23年と、受け長与長与町、2012年4月2日閲覧。長崎県統計年間、2020年9月5日、閲覧。 ありがとうございます。